呼んださあ、というわけで今日のペカオチャンネルは久しぶりの私服チェックです。すいません、ちょっと2枚目俳優のような感じで登場しちゃいました。いや、もうファンの方は呼んでたんじゃないでしょうか。呼んだ、呼びました。さあ、シュウペイさん、はい、今日はちょっと珍しいんじゃないですか。あんま T シャツってイメージないんだけど、シュウペイさん。まあ、T シャツのイメージないというか、はい、今日暑かったんで T シャツにしたっていう。やっぱその気温によって、なるほどね、はい、しっかりその外、今日どんな天気だろうっていうのを、そうです、踏まえて来てるわけだ。はい、ちゃんとそういうのをやっぱファッションに取り入れてるんで、ちょっとね、色も薄めでなんか爽やかですね。そうですね、これは、はい、本当にファンの方にいただいたエクストララージの T シャツです。何ですか？エクストララージっていう T シャツですね。サイズですか？え、それは XL ですね、僕のサイズですね。エクストララージっていうブランドですね。あ、ブランドがあるんだ。あるんですよ、そういう。エクストララージっていうブランドが M とか出してたりするってことじゃ。もちろんそうです。それ変やん。サイズありますからね。それ変じゃない、なんか。いやいや、そういうもんですか、ちょっと。エクストララージが S 出してたら、それはほんまは M なんかなとか思っても。うわぁ、ちょっとこの人とファッションの話がしたくないで、ね、普通に思ったんやん、疑問。まあ、エクストララージの XL 着てるんでね。あ、まあ、まさになんか。あ、じゃあ、シュウペイも合ってるな。そういうことではありますけども。合ってる合ってる。はい。まあ、下のズボンもちょっと、はい、もちろんいただいたもので、これポイントは、これはですね、あえて上下白で合わせて、はい、ちょっとその夏で暑苦しいこの夏を、はい、こう涼しい感じ、なるほど、はい、をちょっとこう表現したつもりなんですけど、確かにその後ろの障子とも合ってますね、なんか。いや、障子関係ないです。まあ確かにそういうね、涼しい、うん、あ、和というか、うん、まあそうなるかもしれないですけど、そのもしかしたらこれストリートブランドなんで、え、ストリートブランドなんで、道ブラ、はい、道ブラ、道ブラ、うん、あ、略さなくて大丈夫。あ、そうですか。はいはいはい。そ、右手は何ですか。え、その右手の、え、これですか。はい。左手はこうですか。あ、シュウペイです。え、違います。あ、違う、これは違うんか。それじゃないです。これはちゃんと違う。そのこのなんだっけ、時計じゃないやつ。まあ、ブレスレットですね。ブレスレット、はい、これなんかシルバーアクセをちょっと基調として、なんかセンサーとか鳴るやつですか。センサー、これどういう、でん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 、わあ、ちょっと別にいい、どうですか、ポイントとしては。今日はね、自分で選びました。うん、いつもこのズボンに着るパーカーを、はい、ちょっと昨日犬の毛で毛まみれになったから、うん、洗濯物に出して、はい、そしたらちょっと上何着ていいか分かんなくなっちゃったんだけど、はい、それ自分で選びました。これ靴下は自分で選んだんですか。靴下は自分ですね。これ黒履いてますね、完全に。あ、でも P が入ってるんで。 P? はい、何ですか、ペコパン P なんですか。そうですね、はい、あと駐車場っていう意味もありますけど。あ、なるほど。あれ、これ P 内側じゃないのかな。え、外側ないんですか。外側ない。あ、じゃあ逆ですね。やっても、だ、逆に履いてますね。でもしかもロンハーで言われたじゃないですか、黒の靴下とか。いや、だから黒しかないんだもん。そういうのはもう関係なく履いちゃうんですか、言われても。だって今日の靴は靴下見える靴じゃないからね。おお、はい、もう本当はシュウペイさん白や。まあ僕は、はい、白とか多いですけど。変ですか、黒は。まああんま履かないですけど、まあでも P が可愛いからいいんじゃないですか。P、ね、は外側だったってことですね。はい、はい、どうですか、その茶色いズボンは。これ結構なんか暗くないですか、全体的に。いや、なんか白い服って汚れちゃうんだよね、俺なんか。すぐコーヒーとかこぼすから。あ、なるほどね、はい、汚れが目立たないってのは一個いいかなと思って。うん、これどうですか、シュウペイさん的には。まあ物はもちろん素晴らしいですよね、この合わせ方的には。ストライプの感じで。でも松陰寺さんが着るとちょっと丈が短いんですよ。え、これの？はい。え、これ結構ここまである。いや、だから、あ、丈が、あ、ごめんなさい、長いんですよね。長いんで、だらんとしてみて、なんか洋服に着られてる感あるんで、本来のそのシャツの着方は、あ、まあ、ボタン開けてもいいし、そう、本当はシャツインでやるんですよ。そうそう。これハイウエストで。なんか最近スタイリストさんインしてるやん、こういうシャツを。まあ、そういうファッションあるんで。どうですか、イン。だ、そっちの方が身長が高く見えますね。じゃあインで帰ろうけど。スタイリッシュにも見えるし。うん。これ紐はどうしたらいいの、こういう時は。紐はそれ外側のやつ。あ、それは全然。あ、出てていいんだ。なんか均等にやった方がいいですね。均等に。うん。こうか。そう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 。だらーんと、そう、均等になってると、そうそう。こう。結構こういうファッション、成田凌くんがなんかそういう感じで着てたりとか。成田凌くん。はい、俳優の。で、もうちょっとここクッと。こう、あ、まあまあそれでもいいですし、まあ、あ、もうちょっと本当は入れた方がいい。グッと、そうそう。で、紐がちょっと逆にハイウエスト、ハイウエストね。これぐらいが着心地はいいけど。あ、本当ですか。じゃあいいんじゃないですかね。本当スタイリッシュに見えるんで。本当、はい、笑ってるやん。
もずきさん笑ってるよ。めちゃくちゃ。膝おかしい。笑いすぎて膝から崩れ落ちた。なんか変ですか。膝から崩れ落ちた。なんで、だってインして、ちょっとさっきの腰パン気味だったから、もうちょっとしっかり。なんかね、上がね、ちょっとサイズが大きすぎるのよ。うん。いいんじゃないですか。これでいつもの、うん、帽子かぶって。うん。どうですか。うん。いいんじゃないですか。なんか最近腕時計が臭いんだけどどうしたい。ベルトのとこなんか自分のなんかあれじゃないですか、体内からにじみ出てるもんなんじゃない。そうなんかね、汗かいちゃ、最近汗かくやんか、うん、なんかちょっとベルトちょっと臭い。まあベルトのケアとかもなんかあるんでやってみたらどうですか、ね、というわけで、あ、いいじゃないですか。なんかあ、いい飼育員みたいになりましたね。飼育員って俺何育ててんだよ。いきなり飼育員だよ。誰が飼育員、馬の飼育員。誰が馬の飼育員だよ。ポニーとかのなんでポニーの糞の背負せなあかんね、うん、俺がちゃんと毛並みとかね、ポニーの。あ、違う違う違う、そうそうそう。あ、いいいいいい。え、これどっち本当っすか。これシュウペイどっちなの、ほんまにいいと思ってる。ん、このスタイルは。いや、スタイルはいいんだけど、着てるモデルがちょっと。何やねん、それどうしようもできねえだろ、うん、それ多分俺が着たら正直似合うと。それ分かってるよ。言うんじゃないよ、それ。だから物はいいから着方としては間違ってない。だからこれでいいってことだよね。まあ、別にそれでもいい。このファッションでやるんだったらそれでもいいよ。うん、インの方がまだよく見える。うん。はい、ありがとうございます。いいんじゃないでしょうか。一回ずっと小関さんが笑ってんの、腹立つの。膝から崩れましたからね。というわけで、エコボチャンネルでした。はい、ありがとうございます。